岸田総理大臣は IAEA= 国際原子力機関のグロッシー事務局長と面会し、福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐる評価報告書を受け取りました報告書では、処理水放出に関する日本の計画は IAEA の安全基準に合致すると結論付けました。面会はは、午後4時過ぎから総総理理官邸で行われ、岸田総理は 国際社会の責任あるリーダーとして日本や世界の人々の健康や環境に悪影響のある放出を認めることはないと述べましたその上で報告書の内容を聞かせていただいた上で誠実に対応していきたいとしました一方グロッシ事務局長は今回の報告書について科学的で中立的なものだと強調し 日本が次のステージに進む決断を下すのに必要な要素がすべて含まれていると説明報告書では処理水放出に関する日本の計画は IAEA の安全基準に合致すると結論づけましたこの海洋放出をめぐって宮城県漁協の寺澤春彦組合長は改めて反対する姿勢を示しました この処理の問題に関しましては1回だとか1年で済む問題ではなくてやっぱり30年、40年と長期にわたることなんでそれに対してはやはりその50年、100年先に実際どういう状況であったりどういうことが起きるかというのは誰にもちょっと想定できない部分っていうのもあるものですからやはりそれを考えればまあどうしても今不安の部分が払拭できない状況であればやはり我々としては 反対だという言葉しか言えない。寺沢組合長は漁業者に影響が出ることは避けたいとし、風評の防止策を含め、国がすべての責任を持って対処していくことを求めました。国の方が判断してまあ決めることだと思ってますんで、ただその判断によって決定によって決して我々漁業者何のうちでもない漁業者が 不利益をこもることだだけはないいい。ようにしていただきたき風評を起こさない責任もありますし、万が一起きた場合の、まあ、責任の取り方というか、まあ、それは賠償になるのか、何か分かりませんが、そういったところも含めて、すべてのおりでの、まあ、全責任を国が果たしていただきたいというまた、村井知事も、風評被害への対策を徹底するよう、国に求めました。安全であることは間違いないと思います。 丁寧に向上されてますので安全である、だから安心であるということにはならない、安全であるということをしっかりと示し,示していただいて、そして県民の皆さんの安全につながるように、そして風評被害が起こらないような形にするようにです、ね、政府として万全の努力をしていただきたい。